さあ、I'm Omi the Homie ということで、今日はですね、新しいオートミールの食べ方紹介していきたいと思います。パッパッパーということで、その前にね、以前、クラブハウスで、前田慎吾さんと、富士通の奥田亮太さんと、ラグビーの金翔健さんと、あとサッカーの溝口雄志さんと、オートミールについて、クラブハウスで1時間、2時間ぐらい話させてもらった時に、僕がオートミールを水を使って調理するって言ったら、めちゃめちゃバカにされまして、水使ってオートミール食べて1年ぐらい経ってるのに、バカにされたんで、いや、ね、普通水でやると思うんですけどね。ということで、今日のオートミールは。なんでバカにされるの？え？なんでバカにされるの？あの人ら水で食わらしい。そうなの？へぇ。水でやるのが普通じゃないよ。水以外は何の？生で食べるらしいで。それなんでバカにされたかって言ったら、金さんと溝口さんは、このヨーグルトと生のこのオートミールをもうぶっかけて生でオートミール食べるらしいです。はい、ということで今日オートミール紹介していきたいのは、はい、こちらのオートミール使います。もうあとちょっとしかないんですけども、ロードオールグレインでございます。これね、いつも食べてるクエーカーのオートミールよりうまいですね。でもこっちの方がちょっと高いです。今日これ食べていきたいと思います。で、使うものは1つ、はい、こちら納豆でございます。納豆とオートミールかけて食べたらどうなるのか、実は僕紹介するって言ってるんですけど、今日食べるのは初めてなんで、ちょっとどれだけうまいのかっていうのをここで実際試したいと思います。ちょっと計量カップがないので適当に入れていきたいと思います。なんかマジか、入れすぎかな。 70g ぐらいの、なんか水道水使ってんの、ちょっとあれ原因飲んでる。1対1の割合でオートミール入れます。じゃあこいつを混ぜ混ぜましょう。かき混ぜまして、はい、このまま電子レンジチンいきます。これまず3分じゃあこの3分待ってる間に納豆をかき混ぜたいと思います。いや、これほんまにうまい。俺は好き。いや、まずかったらまずいって言うわ。じゃあ納豆と何使うんやったっけ。からし。からしと、だし醤油があればだし醤油がいいけど、ないならだし醤油ないので醤油使います。でこれ納豆をさっきかけ混ぜてきますね。いや、卵や。卵の黄身だけ。うん、黄身だけ入れんの。うん、アスリートじゃなくて。じゃあ白身も入れていいと思う。白身も入れんの。は、俺さ、卵アレルギーやからさ、生卵を食べるとさ喉たれやったりさ、ゆで卵とかやったら。じゃあ卵いらない、なしでもいい。すき焼きとかも頑張って卵で食べてる。で途中で痒くなるから、途中から卵で食べるのやめる。すき焼きとかは美味しい感じで納豆ができました。まあいいね、いいカット。残り40秒ぐらい。毎朝白湯飲むようにします。電子レンジでちょっと温めて白湯飲んで、この中の腸の調子を整えてから、はい、なんで流したやろ。もうだからな。はい、でこれをここに入れるんです。そうです、まず入れてください。からしは辛いのいける。まあ、うん、多めでいいと思う。からしは多め、まあ、これくらい、とりあえずこれくらいで、醤油はもう全体に6滴ぐらい。ういん、かき混ぜたらな、見た目えげつないことになるからな。やばいな、これほんまに大丈夫。朝から食べる人は納豆の匂いにだけ注意してくれたら。別にもう誰とも合わへん人はニンニク入れたり七味入れたりしてもいいかもね。いざ実食ということで、これうまかったら皆さん真似して食べてください。うん、うまいうまいうまい。普通に俺納豆とご飯、白ご飯好きやからさ、ほぼそう納豆かけご飯みたいな。なんかうまいわマジでこれいいや。ちょっとからし足します。やっぱりやめてキムチを足しましょう。ちょっとね、はい、でキムチを投入してさらに混ぜます。うん、普通かな。
入れても入れなくてもどっちでもいいかなって、うん、まあでも一個懸念は俺いつもオートミール朝 150g 食べてんねん、うん、結構多いねそれって。その量を納豆と食べるってなったら2パックぐらいと混ぜないとちょうどじゃないから、美味しいねんけど結構量食べるってなったらきつなのかもしれないと思うし、あ欲しいな、欲しい納豆オートミール。はい、ということで今日はオートミールの食べ方について紹介させていただいて、今日は納豆オートミール最後キムチを少しのご飯をご紹介させていただきました。うまさはですね星3つです。ということで僕もあのオートミールにして、もう朝飯オートミールにしてもうすぐ1年ぐらいかなが経つんですけど、もうオートミール食べない日とかまあたまにはあるんですけど、そういう時ほんまになんか腸の調子悪くて、あとオートミール食べてるから今年花粉症がマシっていうのはあるかなと思うので、ちょっと花粉症の人ぜひオートミール食べてみてください。もうこれめっちゃ健康食なんで、ぜひなんか別にオートミールからスポンサーされてるわけじゃないんですけど、あの皆さん試してほしいなと思います。では、いろんなオートミールの食べ方を紹介していきたいと思いますので、そんなこともないかな。では今日はオートミールの食べ方を紹介しました。では皆さんよかったなと思ったらチャンネル登録の方といいねボタンの方とあとグッドボタン一緒チャンネル登録といいねボタンと通知とあとコメント書いてみてください。では皆さんピースアウト。では